Tensho, a kata that originated from Goju-ryu Karate. We will see a Bunkai of this kata by Tetsu Gima sensei, a Goju-ryu Hanshi ninth dan. これ天照の文化、いわゆる玉砕位置とか型の文化と違って基本的な文化だからスローになるわけさ。でまずついてきてごらん。はい、ついてきてごらん。こうして受けるでしょ。こうして受ける。で次はこれ引っ張ってくるでしょ。この引っ張ってくる角度というのはこういう引っ張り方じゃなくてこれ引っ掛けてくるわけよ。引っ掛けてきてでこうついてくる。で、これで前に行く。で、これつく。はい、前に行く。はい、つく。ここから、これが違うわけさ、これが。こうして、これ引っ張ってきたら、こっちの腰で引っ張ってくる。手で引っ張るんじゃなくて手は肘を固定してる。これで引っ張る。これで。これで引っ張って、で、あのパンチをここで受けてる。ここで受けて回してくる。で、あれがあのパンチが来たら今度これが行く。で、これ受ける。これで今度回してくる。下に、下にこうして回してくる。で、前に行く。こんな感じで続いてくるから、だからこの受けるのも受けたら、こっちからこなし回すんじゃなくて、これを少し前、こういうふうな回し方。こういうふうな回し方。で、これも、天照の、こういう動きあるでしょ、こういう動き。この動きは回してきたら、これは攻撃だから、肩は上に行くけど、これは来てもこう受けたら、受けるとこれはまっすぐ行く。こうして肩はこうだけど、はい、こういう受け方。昔はこんなだったわけ。で今はこれなくなってるんだけどね、今は肩でこうやってるけど、昔は僕らが習い始めはこういう感じになるんです。練習はね。だからこれも行く。で、あれが来る。受ける。はい、受ける。はい、受ける。はい、こういうふうに続くわけです。で、これが基本的な分解だけども、この最後のこれ、この分解があるでしょ。これもこうして受けて、肘を入れたらこうなるでしょ。これをこの力をここに持ってくる、このして。なんでこれを向こうに持ってきて、ここに持ってくる。下に、下に。これを落とすんじゃなくて、肘を引いてくる。肘を引いてくる。肘を引いてきて、落として落とす。で、これを上に持っていって、上に持って、ここにずらす。ここにずらして、で、ここに持っていく。で、ずらして、ここに持っていく。で、ずらして、こうする。で、これから、これ持ってって、こっから、クロスする。こんなになる。ここまでは、肩はこれだ。肩はこうだけど、ここまで前に来る。大体の分解とか大まかな分解がこんなもんです。もっと細かいことっていうのはやっぱりお互い相手と手を組まないと分からない説明だけど